サンサドルニーニョは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカデフェロルに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は3099人で、ある。カスティーリア語表記は、サンソッターニーの、ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.27%。サンサドルニーニョは、アコルーニャ県の北東部に位置し、コマルカデフェロルに属する。 北は、バルドビーニョ、東は、モエーチェと、アスソモーサス、南はアーカペーラ、西金田とナロンの各自治体と隣接。自治体の中心地区は、サンサトルニーニョ教区のアベニーダド・マルケス・デ・フィゲローア地区。サンサトルニーニョは、フェロール司法管轄区に属す。自治体人口は7教区の193の集落に分散している。自治体市長は、 ガリシア民族主義ブロックのセクンディーのガルシアカサル自治体表議員はガリシア民族主義ブロック7ガリシア国民党3ガリシア社会党1となっている3サ,サドル2位には7の教区に分けられている太字は自治体中心地区のある教区ありがとうございます